深浦町役場のある深浦地区周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。深浦町は青森県西津軽郡にある町、日本海に面する森林セラピー基地に認定されている。地勢は 海岸線まで険しい山岳地帯が迫っている。そのため、青森県下でも5番目の大きさながら、森林、原野の割合が約90%に上る。山地河川湖障島初に本海に面し、沿岸を津島海流が流れていることと、変風を応う山脈に遮られるため、積雪もさほど多くはない。県内では比較的温暖で、 気温の比較差が小さい。西津軽郡大間越村に起源を持つ大技大間越。正子に宮崎平、宮崎浜、白上平、白上浜、釜屋沢、上小屋や、下小屋や、山品、掛計大間越山、平川山がある。浜に対し内陸の方を平という、大間越旅行、大間越駅がある。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると13.02%減の8429人であり増減率は県下40市町村中37位町役場最寄り駅は深浦駅北近が沢の伊町日本最大の伊調樹齢千年伊調関の亀杉樹齢千年以上千場時期海岸一時は 現役の関取が一つの市町村出身としては、全国最多の4人見たが、2011年の大相撲やお町問題で、アミニシキ以外の3人が、引退勧告や退職勧告を受け各界を去った。注釈出典。ありがとうございます。